どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日のテーマ曲はですね、キングコングの西野亮廣さんが手掛けている煙突町のプベルという絵本があるんですけど、2020年は舞台とか映画とかすっげー盛り上がりそうな予感満々で、今 YouTube でもいろんな方がこのね、映画のタイトル曲をカバーしてやってるんですけど、今度ね、このご動画ではですね、もうウクレレとか楽器とかも全く触ったことない方も、これをこの煙突町のプベルをウクレレで弾いて歌おうという、そういう動画アップロードしたいと思います。何を隠そう、私も西野亮廣さんのオンラインサロンに入っておりましてですね、いろいろ見ております。なんでこれオンラインサロン仲間同士でもこれですぐ弾けるわけですから、入門コード4つですよ。はい、ぜひ始めましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもすぐできるようにした簡単バージョン、後半はちょっとかっこいいリズム使ったかっこいいバージョンもやりますので、ちょっと弾ける方はどんどんかっこいいバージョンやってみてください。さあ皆さん、ウクレレめっちゃ簡単なんです。本当に簡単。私の感覚だとですね、もう2時間3時間でこの曲弾けるようになると思います。はい、どうしたらいいか、もうちょっとしたらここにリンクあるんですけど、ここのね、初心者リストのここというところにジャンプしていただいて、上から順々にこう動画見ながらウクレレ触ってるだけで信じられないほどもうすぐにできます。ほんと楽です。はい、なんでぜひ皆さんこれを機にウクレレ始めましょう。で、大好きな曲もどんどんやりましょう。もうね、1000曲以上私アップロードしてるんで、あらゆる曲がウクレレで簡単に弾きます。じゃあ初心者リストのここ行ってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。はい、じゃあですね、どんどんやっていこうと思います。まずはですね、初心者さん向け簡単バージョンは、この曲はね、三拍子っていうかの曲で、このワンブロックに 1,2,3,1,2,3 という感じで、3が2つの6回弾くということです。じゃん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 という感じでやってみようと思います。普段とちょっとノリが違いますけど、この三拍子の曲、これを意識していておいてくださいね。ワンブロックで6回弾くということになっております。それでは早速やってみましょう。煙突町のプペルガズレレ流簡単バージョンやってみます。せーの。ハロウィンの夜にやってきた、体がゴミのゴミ人間。煙突町はお騒ぎ、ひどい匂いさ。臭い臭いと剥がされて、君は外に弾かれる。町のプペル、ウクレレで超絶簡単バージョンやってみました。コードは入門コード4つ、この4つのコードはウクレレ始めた人がその日に覚えるコードで今やってみました。ちょっとリズムは 1,2,3,1,2,3 という風なリズムだったんですけど、これはですね、ゆっくりやればできると思われます。そしてですね、今テロップと一緒にできた方、そのままやっていただいてもいいんですけど、それだとね、公演で弾きたい時とか YouTube 見ながらだとあれじゃないですか。だからノートに書いて、でいずれは覚えちゃうのがいいと思いますね。で、今のはもちろんショートカットバージョンですので、フルでやりたい方はちょっと聞いて、これ延長していくとフルコーラスできますんで、ノートに書いてください。その時の参考になりますように、私のノートを見ていただきます。はい、ここにも書いてありますけど、3拍子、これ1ブロック6回弾くということですからね。はい、で、今のこれ、イントロは後半やるかっこいいバージョンでやりますんで、ここは今シンプルバー、簡単バージョン省略しました。で、こっからです。はい。こっから歌がします。1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3。はい、6回。で、ちょっと見てもらいたいんですけど、この今赤ペンで書いてるところが今やった初心者バージョンのコードです。つまり、ここに書いてある方が、後半やるかっこいいバージョンで本当のコードというか、こっちの方がベターですからね。はい。かっこいいバージョンではこのコードを使います。今の赤く記したコードが、
シンプル簡単バージョンということになっています。一時停止でメモっててください。あの動画のテロップを見てメモってもらってもいいと思います。はい。はい、こうやって書いていくのが大事になりますからね。いいですかね。はい、じゃあ次の箇所。この辺かな。はい。西野さん、ほんとこう、すごいいい曲ですよね。ほんとすごいですよね。もう本当にね、尊敬します。はい。まあ、世界観、本当にもう、あの絵本の世界観、もう見事に描かれているということで。で、今のはですね、この最後、ガズレレオリジナルバージョンでも、ここ最後でもう一回、あの、サビを繰り返すってことなんですけど、今のは最初のサビやったところで、まあ、練習用として終わりました。後半のかっこいいバージョンでは、こう、サビ繰り返してやろうと思います。はい。じゃあ、出てくるコードですけど、確認しましょう。今やった、シンプル簡単バージョンはこの C と F と Am と G7。このコードがもう超絶入門コードなんですよ。はい。いやー、これでできるとやっぱりね、このコードの少ないっていうよりは、やっぱりその上で繰り広げられる歌詞のロマンとか、このメロディーとかやっぱりね、よっぽど大事ということで、この超入門基本コードで、やっております。それを6回弾いた。1、2、3、1、2、3でワンブロック弾いたというのが今のシンプル簡単バージョンでした。では、ここからかっこいいバージョン入っていきます。かっこいいバージョンでは2つコード追加。2つコード追加って言うとすごい大行ですけど、これは簡単コードですね。これはね、Dm と Em7 というコードなんですけど、ちょっとこのコードの解説とか、ウクレレのこと、とにかくここから始めてください。ここの一番最初の動画から見ながらだんだんこうステップアップしてください。これでわかると思います。コードもそこで解説してますから。で、どっちにしてもこれ、全部のコード、かっこいいバージョンのコードまでやっても、簡単コードなんですよ。入門コードです。はい。この辺のこと分かると、どんどんウクレレ面白くなります、ね。どんどんハマりましょう。はい。で、リズムなんですけど、さっきは、1、2、3、1、2、3という感じですけど、もうちょっとテンポ早めにして、ちょっと軽やかに、ジャンジャカジャン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 、ちょっと緩めて、テンポ早めにします。まあ、基本的には、1、2、3、1、2、3がたまに、ジャンジャカジャンジャン。もうちょっと軽やかになってテンポも早めということでリズムもそんな感じですね。ちょっと軽やかな感じのイメージでこうリズム軽やかにやってみようと思います。はい、シンプルな曲ですね。このリズムのこのウキウキ感回らないな、このウキウキ感をリズムでもこうちょっと加えていくという、そういうイメージがいいと思います。もちろん歌詞の内容を頭でイメージして映像をね頭に浮かべながら演奏するとまたさらにその曲がね輝くと思いますんで、はい、そんなことイメージしながらやってみましょう。煙突町のプペルガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、ワン、ツー、テレン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 、弾かれる一人ぼっちのゴミ人間だけどどうだ、ゴミの体のそっくりは綺麗な跡がある、ご覧体の汚れで洗えばこの通り、見た目なんてどうだっていいのさ、君はとても素敵、ハロ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 リンプペプププペル、心優しいゴミ人間、ハロ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 リンプペプププペル、君は僕の友達、ハロ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 リンプペプププペル、奇跡が近づいてる、ハロ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 リンプペプププペル、煙突町の物語。せーの、ジャカジャン。煙突町のプペル、ガズレレ流かっこいいバージョンやってました。こっちのはちょっと軽やかでね、体もこうゆっくり吸って、あの世界観にこう入っていく。
いいですね。音楽で一緒になるという感じがいいと思います。これはもう歌もね、ほんとキッズとも一緒に歌えるような感じのイメージですんで、ほんとなんか、コードもね、もう簡単だし、これはもう集まって、ちょっとこうみんなで、この世界観を共有して弾くのはもう最高だと思います。皆さんどんどん音楽やりましょう。音楽を聴くよりにやる方が楽しいんで、これを機に音楽始めてください。ありがとうございました。さあ、ガズレレのご案内です。この今使ってるウクレレとかですね、この水引きとか、このストラップとか、このキャップとかもグッズもいろいろあります。あとはね、アプリがありますよ。ドン。ガズレレの初めてのアプリ、ガズレシピというアプリもあります。スマホだ、タブレットなどに落として、どんどんいろんな曲をやっちゃいましょう。あとはこの2冊の本とか、いっぱい、これリットミュージックでもう4万部も売れてる、もう大ヒットの楽曲になっております。ウクレレ。簡単にできるっていうのがこのキーポイントでございますんでね。はい、すべてのことこのガズレレ .com ホームページで、検索してみてください。これリンク貼っときますよ。はい。この中で曲を探したりとか、いろんな便利情報とかいろいろありますんで、とにかく音楽聴くからやるに変えて、どんどん豊かな、日常になるように取り組んでいければいいんじゃないかなと思います。イベント情報もドン !2 月16日、埼玉県各地市、イオンモールの中のホールでやります。ウクレレ持ってきて、初心者様も大歓迎ですからね。本当にね、楽しいイベントです。みんなウクレレ持ってきて、参加型のイベントになってますんで、ウクレレ持って駆けつけてください。3月は水戸まで行きますからね。はい、イベントの、この2つの会場の、2つのイベントの問い合わせは、島村楽器店さん各店までお問い合わせくださいませ。それでは皆さん楽しく音楽しましょう。音楽はね、聴くよりやる方がいい。よろしくお願いします。さよなら。